よーし、ということで始めましょう。はい、TNG ラジオ。前回はね、対面で喋ったけど、今回は電波に通じて。通話越しでございます。そうです。左側で光ってるのがリプテンです。で、右側で光ってるのが私です。ミキでございます。はい、今回どっちが喋ってるのか分かりやすいかもしれないこともないかもしれない。電波が乗ると俺の声もそっちに似るらしいからね。そうね。緑の音楽もちろん太くていいと思うんだよな。ちょっと弱いよね。弱い、見づらいちょっと弱いんだよね。わかりづらい、わかりづらいよこれは。さあ、ということで、はいはい、11月、もう第2週目ということになってますよ。はいはいはい、11月の13日の金曜日、13日の金曜日、またなんかあれな日だっけな。そう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 、ジェイソン的な何かが出てきそうだな。デイビッドがもしかしたら厚切りの方かもしれない。デイビッドってやつがやっぱ死んでる。どうする、そいつが急にホワイジャパニーズピーボーって言ってたらどうする。厚切り嫌いにはなれない。厚切りの方かもしれないね。厚切りいいじゃないか。厚切り好きなんだよな。勢いだけ。あれ好きなんだよ。なんだっけな、女を台に乗せて何が始まるって言うんですかってのすごい好きなんだね。俺ちゃんとさ、ネタ知らないんだよね。いやでもちゃんとなんか本当漢字をこう見てみて、憂鬱って漢字を書いてたら逆に憂鬱になるわ。ああいうのね、ちゃんとあの日本をリスペクトした感じのあの面白さね。ちゃんと考えてくれてるあの面白さ好きだよ。ここいいね。そうや。11月入りましてですね。いやもうまだまだ、さっとこの収録日は10月の最後ですけども、ね、そう、トリックオアトリートですね。トリックオアトリートかっこあれだな。どうせ世間は鬼滅の刃で暴れてるんだ。お菓子くれてもいたずらするぞっていう風ね、なかなかのバイオレンスね。お菓子くれないといたずらするし、お菓子くれてもいたずらするぞ。最低や。それが俺の趣味だ。まあでもハロウィンなんてもともと日本のね文化じゃないんだからね。まあね、興味ないだけだからな。仮装するっていうよりもあれ、秋の豊作を願ってやるやつだからね、確かね。まあまあ、それとあと死者の弔いもあるけどね。コスプレする日じゃないんだよね。そうなんだよな、日本はちょっとね、まあでも、海外からしたらね、日本はね、あのそれぐらいしてね、やらないとダメだって言われてたからね、せめて一回。おかしい。日本人はね、溜め込みすぎたからね、そういう日をね、作ってあげないとね、日本人は死んでしまうよってね、やってたから、まあ仕方ないよね。まあね、まあ、ちょっとハロウィンは本当に興味ないな。ハロウィン楽しむのはいいんだけどさ、あれなんだよ、あのみんなあのパーティーするのはいいけど、ゴミはちゃんと持ち帰ろうね。全然いいんだけど、ね。なんかでもね、渋谷区の方はなんか、市長が来るなっていう。やめろ。今年はさすがにね、あの、陽キャの、ね、パリピな方々も多分、ね、自粛していただけるとか、まあ、各家にね、集まってくれるかな。自粛しよう。そういうあって変に集まってまた増えてくる。ねえ、そうそうそう。またパンデミック起きても困るから、ね。そうね。一般の人、一般のなんだろう、参加しない人たちに迷惑がかかるね。そうね。まあ、渋谷行かないからいい。渋谷とか行ったことあるかな。あるでしょ。さすがに。え？あっても別に思い出がないぐらいのレベルじゃない。俺は用事があって行くときがあるけどさ。俺は用事がないからそっちに行く。あるいや池袋とか、まあ、あ渋谷は一体行ったかな、なんかね。何かでは絶対行ってるよ。何かでは行ってるんだけど、でもそれも電車で渋谷通ったら渋谷行ったのと一緒だろ。降りてなくても通ったね、通ったから。確かに通ってはいるね。そこにちょっとでも滞在したら行ったと一緒でしょ。そうそうそう、コンマ1秒でもそこに滞在すればいたことにはなるからね。無造無造がいるだけでしょ。今はほら渋谷の目の前で今でもやってるでしょ。コロナは風だーってやつ。コロナは風だーって言うんだったら特効薬さっさと作ってくんないあんたらで、ね。ねえ。なんかあの、ね、なんだろうね、根拠がないからなんとも信用できないというか。いやまあそのポジティブに考えるその姿勢は嫌いじゃないんだけどね俺はね。確かに。重く捉えすぎてるのはあるかもしれないけど。まあまあまあ
いや自分が映る分のはいいかもしれないけど、自分が他人に映したら嫌でしょ、日本人として。他者に迷惑かけないじゃんね。そう、なんか身内でね集まっちゃって、まあ、それでなんかあの箸なんか回し飲みとかして感染しましたって、まあそれはどんまいだけどさ、うん、赤の他人に移しましたって言ったらちょっと嫌だよ俺。軽い今じゃ犯罪扱いだからね。そうあれでも本当に感染したら家にあれでは落書きされちゃうよそれは。ねえ、どっかでいじめてやったらしいけど、それはマジでなんかマジでやったらしいな。あ、暗いニュースばっかだけどね。明るいニュースってなんだろうな、まあ、最近テレビも見てないから明るいニュースも何も知らんけど。違う、明るいニュースなんてある？だって悪いことしかないじゃん。その悪いことしか表に出さないじゃない、ね。まあ、マスゴミさんはまあそれがまあそれで人が見てくれるからそれでいいですけども、不幸はね蜜の味っていう。嫌なことわざだよね。他人の不幸は蜜の味、本当に良くないよ。蜜るなと思うよ、ほんと。蜜を。マジ蜜。もう自分の幸せを他人に分けるぐらいの心の広さ持とうぜ、みんな。ねえ。いいじゃん、みんな幸せならみんなハッピーなんだから。そう、ハッピーですね、ハッピーです。他人の不幸を笑うぐらいだったら自分で幸せをつかむね、でも自分が楽しい思いをするための努力をみんなすればいいんじゃないかな。なんだろうね。他人のそれを聞いてる。余裕があるなら自分に回さないとね。そう他人に時間割くのってさ、もったいなくない？自分に利益がないんだったら嫌だ。そう利益があればなんかいいけど、ないよ。そのなんだろうな、まあ、何もね、早起きは3本の徳とか、そういうところをやるとかそういうわけじゃなくて、自分のために時間を使えばその分自分は幸せになるんだから、他人を笑う暇あったらどれかせえや。そうね、相手に人生預けるのも結婚ぐらいの勢いなんだからさ。結婚とかね、もううちら見てるもうとりあえずいつまでかわかんないけど、ひたすら活動するべき決まってるようなね、方々だったりでさ、あのバンドとかさ、そこら辺の人たちだったらまあいいだろうけど、いや、よくも知らないが、自分に関係のない芸能人がなんかやらかして逮捕されました、プギャーとかさ、で済むじゃんみんな。なんでそんなみんなか、過剰反応するんだろう、すげえ不思議。だから最近だとほら、俳優さんがひき逃げしちゃったって。あ、そんなことあったんだ。そう有名な人なんだけど、最近の人って。まあでも正直はーんって。いや、俳優とかもう止まってるからな、10年ぐらい前で。でもさ、正直まあ、ああやっちゃったんだねぐらいで、別にね、自分に何かあったわけじゃないから、正直関心、そもそも無関心のままだからね。誰かが不倫したって興味ねえし。いや、まあ確かになんか交通事故落としてもその引かれた被害者側はかわいそうだなとは思うけど、加害者側に対してなんか言うことはないし、こっちからしたらね。だって他人だし。そう、他人だし。そう友達がなんかやったらさ、その友達をぶん殴ったりはするかもしれないけどさ、赤の他人が何かやりました、そんって終わるからね、俺もね。自分の人生に関係ない。もう関係ないかな。あ、そう、でもあれだけだからね。なんだろうね、日本人のこの野獣馬根性。いいことに働けばいいんだけどね。そう、自分より下のやつをね、こう見下す好きな人は多いからね。いや、まあそういう人たちはあの負け犬根性ついちゃってるから。そう、何やったって負け犬なんですよ、そこら辺はね。かわいそうだけど。で、下見るぐらいなら上を見ろっていうのが。そう見た方がいいっちゃいいんだけどね。チャレンジしてこうな、みんなはな。負けないでな。負けそうになったら友達に愚痴ってさ、お前がこんなことがあったんだよ、でもお前これできるじゃねえかって、きっと励ましてもらえるよ、きっとみんなならプラスアルファ。どうしよう、でもガラスのハートの人に対して、いや、お前はそれがバカだからとか言われたらちょっと泣きそうかもしれない。ガラスのハートがますます割れて怪我をする。パリ、渾身の一撃。やばい。でも最近さ、最近になってやっと理解したことがさ、ちょっとあってさ、俺昔からというかさ、白髪がすごいでしょ。あ、すごいね、本当に。ストレスとか疲れをもろに受けると白髪がまあまあね、染めても、そう、目に見えて増えるからさ、あんたの場合。染めても白髪が出てくるじゃない。いや、もはやもう染めないで白髪まみれにして博士ヘア目指したら。いや、それがね、うん、俺の場合ね、汚い残り方して終わるだけだからさ。
ああ、一番良くない。そう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 。中途半端。やっぱ白髪は抜いていくしかねえな。そう。いや、怖い。それでさ、うん、白髪はまあまあ今でもずっとなんだけどさ、最近になってまた分かったことがあったのが、おマジでね、唾にね血が混じるようになったんだよ。ああ、それ多分食道とかじゃない？食道か胃か、いや食道だな。多分喉でしょ、多分口の中じゃないと思う。あの、まあ、少量だよ正直、うん、別に吐血してるレベルじゃないんだけどさ。吐血してるレベルだったらさすがに病院に行かされてるだろお前は。いくらお前でも病院行こうかってなるけど、まあでも正直ツバペってまじね入ったらちょっとまじってるぐらいだから、そうそうそう、いやーちょっともう最近、いや茶色いツバは消えましたよ本当に。あのホコリとかが消えたか、うん、そうベッドの布団をね引っ張り出したら、まあそこは確かにねちょっとホコリが溜まりやすい場所だったから。やっぱダメだよタンスは。やっぱドラえもんはダメ。部屋をね広く使いたいからって理由でそうしたんだけどさ、ダメだね。先生あれだ、ドラえもんがなんでドラえもんの寝方ができるかって、あいつは生命体じゃないからね。そうなんだよな。今更だけどね、あいつ生命体ですらねえから、あいつロボットだから、猫型ロボットだから。あいつに唾は吐かせねえよ。そう。だからまあそう、そこは治ったし、あとも最近やる気がないから、これ多分生活リズム崩れてるなと思って早寝早起きをし始めて、まだだいぶやる気というものが出てきたと。そう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 、編集もがっつりやったし。で12月ぐらいまで終わってるやつあるっつってたもんな、なんかないんで。ね、ドリームクラブがね、これ聞いてる人ねびっくりするかもしれないけどね、1月のね4日まで終わってる。もうやばいよね、早すぎるもん。月曜日1月頭入っちゃったから。まあ、バリバリ撮ったけどね、確かに。平日にもね、ちょっと手つけてやってた。いや、まあ、いつもいつも編集ありがとうございますよ、こちらからしたら。そうしよう、APEX もやってたんですよ。そうだよ。頭おかしくなりそうだよ。まあね、なるべく APEX は金土にしてできるだけよね。まあ、時間は作ってこっちもアシストはするけども、バトルパスはね。バトルパスは110だったら、瞬間にもうやめるから。やんなくないですよ。そうそうそう、俺もね、やってソロで配信。まあ、ちょこっとまあ朝活という形で、まあ11月からやろうかみたいな話は1時出てたんで、月曜の朝はできないかもしれないけど、火曜日から金曜日にかけてはちょこっとね。まあだからやれる時でいいんじゃない、うん、まあ、無理してやる必要ないと思うね。さすがに朝なんでね、俺もね仕事終わって疲れてるんで、多分1時間ぐらいの配信かな、やるとしても。であとそうね、11月は水曜日全部終わってるし、あとラジオだけ、うん、でも12月がねちょっとまだあったけど、うん、水曜日はまあそうあのね、まあ、まだまだ24時間の生放送をやるってことにしたじゃない。いや決まりましたね、企画自体は。あとは中身ですな、埋めていくのは。たださ、それをするにあたってさ、うん、大事なのがさ、他を考えないってことだったからさ、うん、もう編集を終わらせなきゃいけないんだよ。ああ、そうだね。そうだね。12月の、まあ、最低でも後半までは終わっとかないとっていうのは。5か6？ あ、じゃあ5か12か。5か12の朝の10時かな？やる形で。日曜日の10時まで。やりたいなと思うんだけど。交代制ですね。交代制でさすがにね。全員参加24時間はね、さすがの我々とってね、体力が持ちませんね。そうでござんの。悩ませてもらう。この間の10時間すら私途中で寝たから。ほんとよ。まあね、まあちょっと睡眠のタイミングが合わずに寝れなくてっていうのもあったけども。だからでも、今回のは、まあ10時間はまあほぼ2人でやったからしょうがないじゃない。あ、まあね。あのぶっ通しだし。でもあの、12月のその、ね、24時間はもう、みんなもう一人どうかな、6時間ぐらいは休憩が入るとは思う。もしかし以上はだから結果的に考えても半分以上は休憩だと思う。でもね、俺のね、経験則で思うのがさ、多分うちらどっちかはいるんだよね。そうね、うん、誰かが一人でやるってまあまあまずネルさんは一人でやるってことはないだろうし。そうそう、ネルさんは多分誰かと一緒にやるだろうし、まあ、じいさんも参加ができるかどうかだし、じいさんも時間の都合上でね、リピテンのとこに集まれないってことなんで、まあ、
できたらプレ4のゲームで、声とプレイでね参加っていう風にはすると思うんだけどね。だから多分そうだな、俺1人、ミキ1人、ハコさん1人っていう感じの状態を作んないと死ぬ。ローテでするか、まあ一番最初は3人でとか、うん、で2回目の、まあ要はその次の枠に入ったらリッテンが1人、次は俺1人、ハコさんが1人、そう、ね、でネルさんが誰かと一緒にみたいな、うん、それをローテでやらないとおそらく死ぬ。そう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 、1つのゲーム2時間、まあ1時間半から2時間っていう計算でいければいいかなと思うんだよね、うん、でとやる気があるんだったらそれ以上やっちゃってもいいね。どうする、エイペックスちゃんぽん取れるまで終われませんって20時間ぐらい使うかもしれんぞ。おお、大丈夫だろう。だって昔やった時、うん、だって前に14時間ぐらいかかったからね、あれ。いや、あれは慣れてなかったからっしょ、まだ。慣れてないのに、だってあれだってシーズンっつったら、だってキングスキャニオンの最初でしょ。そう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 。だってシーズン1かシーズン2だったはずだよ、あれ。びっくりして朝起きてまだやってんの。終わんねえんだけど、つって。頑張れよ、だって。俺もあの時、エーペックスやってない時。でしょ？そうだよ。俺もだってインストールしてすぐだからね。いやー、さすがに14時間はかかんないよ。長くて3、4時間はかかるかもしんないけど。でも放送今のところさ、生放送でやるのって、なんだっけ？エーペックス、マリパー。PSO が入って、あとなんだっけなぁ。ちょっと俺が覚えてるのミキシュなんで、なんかホラーゲーム枠をまた一つ二つ俺はちょっと入れてほしいなっていうのがあるんだけど。スマブラマリッパ。あ、スマブラマリッパか。そう、俺一つさ、やりたいっていうのがあるのがさ、もう完全に俺の枠になると思うんだけど、うん、今その私パープロ君やってるじゃない土日、そこで作ったそのキャラクターたちをチームに入れて、そのチーム対チームで視聴者の人の作ったチームと そのオート試合みたいなのができるのよ、全部オートで進む試合、うん、それちょっとやってみてもいいかなとか思うけど、多分集まれる人がいない。チームを作ってる人がおそらくいないだろうなと。なるほどね。もうこっちからしたの TNG メンバーを今最初の年で作った3人がプロ入りしたけど、残りのメンバーがまだプロ入りできてないからっていう理由でまた2代目をみんな作ってます、ね、メンバー全員プロ入りさせたいんだよな。まあそこら辺は大変だわな。パープル君に関しては固定じゃないよね、確か固定時間、うん、時間は固定じゃないもん、ね、時間はまでも今固定じゃないけど、日曜日をね、そのどうしようかな、日曜日の、あ、でも夜の後の方がいいか、あれ絶対長引くしな、毎回。そうね、試合が重なるから、試合が重なって大変な目に遭うからな。ちょっとね、考えないとね、そこら辺は。まあでもテニスがあと 2,3 回やったら終わるような気はするんだよな。でも終わらせてしまいたい感はある。そうね、一回終わらせて他のゲームに移るか。そしたらテイルズ、うん、そのクリアしちゃって、うん、で別の、まあ、テイルズじゃない他のゲームに移ってみようかなと思う。なんだろう今人気のやつって。オールガイズ今更感があるな。あれはあれはなんかめんどくさそうだからいいや。やってることは結局一緒だしね。結局俺の苦手なバトル語だからね。うん、まあ変わったバトル語だけど攻撃はできません。掴むことはできます。邪魔することしかできません。邪魔すると高確率で自分が死にます。最後までは言ったけどかなってなっちゃったな。多分そこで満足して終わるっしょ。うん、別にこれ以上なんか、別になんともやんなくてもいいか。無料で撮ったやつだし、しかも俺に関しては